今回はですね、デノン RCD-N10 のメンテナンスを行っていきます。これタイトルにある通りですね、中でイオンガステルっていうものを購入しました。中で振ってると、ガサガサするんで、CD が入ってるのかなと思うんですけど、なんかここの見えますかね、このトレイのパネルとかが上下逆さまについてたりとか、なんかいじった形跡があるんですよ。もしかしたら CD じゃないのかなと思うんですけど、とりあえず分解して中の異物を出していこうと思います。でせっかく分解するんで、ピックアップとトレイのベルトも交換しようと思います。必要なものですね、プラスドライバーで、分解酵母のヘラですね、あと筆でグリスでハンダゴテで、交換用ピックアップ SFP101N の16ピンですね。これが折れ長 40mm のベルト1個使います。必要なものは概要欄の方にリンクを貼っておきます。はい。割れてますね。いや、CD が入ってるかなと思ってたんですけど、割れてますね。マジか。どうなんですか。ああ、そういうことか。これだけ残しといたんだ。これだけあるだけまだマシですけどね。でも割れてるな。ちょっと後で直しましょう。派手にやってるな。何をしたかったんだ。どうなんだろうな。もしかしたらこう出てる時に踏んだりしたかも、なんか物を落としたりかもしたのかもしれないですね。どうしようかな。とりあえず回しますか。CD のトレイですね。割れた状態になってて、よく見たら、このピックアップもですね、上の部分に、プラスチックの、このピックアップの部分の、上のプラスチックの部分も、取れてる。本来、ここにプラスチックの部品がついてるんですけど、やっぱないんで、やったんですね、これ。何でやったかわからないんですけど、この程度であれば、別に他のジャンク品から部品を引っ張ってくるだけなんで問題ないんですけどね。で今回はですね、このデノン DCD755RE のこのドレーの部品を移植しようと思います。おそらくサイズは一緒だと思うんで使えるとは思うんですけど、やってみたいと思います。今回DCD755RE のその CD 周りの部品を移植するんですけど、もし移植しない場合で、ピックアップとベルト交換する場合でも使う部品は同じです。使う部品は概要欄にリンクを貼っておきます。変形してますね。たまにあるんですけど。こういうのが硬い。よいしょ。いいでしょ。
しょう、こんなんで。組み立てが終わったんで動作チェックしていきます。CD の再生問題ないですね。これで修理は完了です。今回内部から油温がするってものを購入して、まあ、中に CD が残ってるかなと思ってたんですけど、まあ、まさかトレイが割れてるとは思ってませんでしたね。まあ、ね、2個打ちできるんで問題はないんですけど、ただやっぱちょっとこの、まあ、トレイのこの、まあ、段差ですか、ちょっとやっぱ純正よりかは、まあ、なんかちょっと違和感がある感じですね。まあ、このポップパネル、まあ、CD のフロントパネルも、なんかちょっと割れてたりして、ちょっと若干反ってるんで、まあ、これは注文すれば良くはなると思うんですけど、まあ、パッと見わからないんでね、ほんのちょっとこう、反ってるんですよ。まあ、これ、それぐらいが違和感があるかなってぐらいですね。今回のコメント返しですね。
CRN765 をこの中に購入したのですが、 CD 読み取りせず諦めていました。多少基板配置が違いましたが完走できました。ありがとうございました。コメントありがとうございます。まあ、あのコメントでも書いてある通り、多少基板の配置が違うだけで、まあ、構造ほぼほぼ一緒なんで、まあ、僕のこの動画の参考になったということであれば、まあ、幸いですね。本当は CRN765 も欲しいんですけど、やっぱジャンクだとまだまだちょっと高くてなかなか手が出ないんですけど、まあ、機会があれば CR765 の動画も出そうと思ってます。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。